はい、どうも、カパン長です。それではじゃあ、今日のニュースはね、こちらのチャンネルは、あともう一個のチャンネルも一部ですかね。もう昨日起きたほら、岸田総理の、暗殺、テロ未遂事件ありましたよね。あれのニュースばっかりになりますんで、まあそんなに対して注目してないっていう方はね、まああえて見なくてもいいと思います。うん。まあ僕はあのニュースね、やっぱりこの岸田さんに対してどうこうっていう、それ以前にね、やっぱりこう暴力で、気に食わねえからって、まあまだね、供述一切拒否してるんで、ね、どういうつもりか分かりませんけども、一応そういうことになってるんでね、ただ起きた事件、ね、起こしたこと、やったことに対して、これはどう考えても、ね、安倍さんはダメだけど、けしからん、ね、山上はけしからん、まあ、木村容疑者ですよね、木村隆二、なんかこの名前も本当の名前かどうか、まだ分からないみたいな、そういう報じ方してるところもありましたけども。まあ一応この木村容疑者ね、この捕まってますけどもね、山上は OK、 木村はアウト、そういう話じゃないですよね。ね、安倍さんは亡くなりましたね、岸田さんは無事だった、ち惜しいな、そうじゃないと思うんですよね。まあそれはあの受け取り方人それぞれなんで、ね、別にいいんですけども、僕はあのそういうふうには受け取ってないんでね。まあ、昨日の、ね、動画のこのコメントにも、ね、結構、なんていうのかな、やっぱりこのなんていうの、人の命を、まあ、軽く見てる、僕はあのそういう考え方はしてないんで、ね、そうだっていう人はそれで別にいいと思いますけど、ね、僕のところでそういうコメントは残さないでもらいたいんですよね。そういう人はどうしてもっていうんだったら、自分のアカウントで、ね、なんか開いたなんかそのページなりチャンネルなりで、ね、そういう主張すればいいだけでね、そうじゃねえから来るなよ、やるなよって言ってる人のところにね、わざわざ来てね、コメント荒らすような真似はしないでもらいたいですね。もう見つけ次第とっとと消してますんで、うぜんだよ本当マジで。でね、まあただね、まあ100歩譲ってね、一個人ね、僕ら我々一般日本国民ですよね、岸田さんとか自民党に対して、それは僕も普段はね、この政策ね、日本に対して、言ったことやったことっていう部分では、ね、それはあの批判しかしてません僕も、だから命を、ね、こういう形で、ね、奪おうとする、ね、この暴力で訴えてっていうのは、ね、それは僕は違うと思ってますんでね、ただね、惜しいなとかね、残念っていう見解、そういうなんか受け取り方をしてる人もいて、ね、その人はその人でそれは別にいいっす、ね、公のなんていうのかな、この公人ではないですからね、腹の中で何を思っていようが、それはあの個人の自由で勝手にすればいいと思うんですけども、ただこれをどういうわけかね、国政政党の、この人は国会議員だったかな、まあとりあえず国政政党の、まあ、確か正式あのこの支持者とかじゃなくてね、一、党員とかじゃなくて、確かボードメンバーでしたよね、がまあ公式見解、まあそうじゃない、ね、党の公式見解ではありませんみたいな、しょうもない言い訳こいてる、ね、アホがいたんですけど、参政党さんのね、そういうのはもうはっきり言って論外ですよね。腹の中で思ってても、ね、公式アカウントで、なんかね、このやらせじゃねえかみたいなことほざいちゃうんですよ。アホかと。そんなだから信用ねえんだよ、お前らは。って、もうまず思いましたけど。まあ、それについてはね、何番目の動画かな。4番目の動画で見ていきましょうかね、集中的にね。とりあえず、この木村何がしがね、どんなやつだったかっていうのが多少こう明らかになったじゃないですか。まず名前が木村隆二容疑者かな、24歳、兵庫県の人で、職業不詳、木村容疑者24歳。ただまあなんかね、これもなんかこのまま言ったらさ、なんだろう、この間のなんかわけのわからんヘタレ判決じゃないけどさ、ね、精霊さんがみたいな感じで、またこの精神鑑定とか、もう早速なんかもう一切、供述拒否して、黙秘決め込んで、いや弁護士呼んでくれと、弁護士来てからじゃないと何も話さないみたいな、まあそういう権利があるのかもしんないしね、それも一つの、ね、やり方としてありなのかもしんないですけども、まあ早速弁護士、ね、人権派弁護士とやらが、まあ反日弁護士がね、とりあえずまあなんかいろいろ入れ知恵するでしょう。あるいはなんかこういうことやるやつって、やっぱりなんかいろいろとこの調べてると思うんで、まあなんかね、まあ、
例えばね、安倍さんの時のこの山上ね、あいつのなんかこのその後の推移っていうかさ、うん、なんとなくもう一通りチェックして、うん、あこういうこと言ってこういうことやってもね、あこういう決着になって、あここまでは許されるんだみたいな下調べぐらいしてんだろうどうせこいつも、うん、ね、でそのなんかで早速ね、このマスコミはマスコミでさ、そうマスコミの報じ方も後で、まあ、まとめてみますけども、もうなんかね、まず昨日の段階でほら、 あいつらなんつってましたっけ、威力業務妨害容疑みたいなことを言ってましたよね。威力業務妨害容疑、なんか随分なんかいや客観的に見てね、どう考えてもこの殺意があって爆発、ね、だって実際これね、タイミングがずれて、しかもなんか、その SP じゃなくて、なんかその和歌山地元のね、この漁港だったんで、この漁師さんがかなりこの SP を超える大活躍をしてくれたから、未遂で終わっただけで、これはもうバッチリね、タイミングもあってね、誰も気づかずにね、うん、って言ったら結構な被害が起きてたかもしれない、あわよくばというか万が一ですかね、うん、万が一じゃないな、だから間一髪みたいな、そういう状況だった、うん、らしいんで、やっぱりこれはなんか威力業務妨害っていうよりも普通にこの暗殺テロ未遂じゃないの、まあなんかこっから切り替わっていくのかなんだか分かりませんが、なんかもう早速マスコミはね、うん、なるべくなんかそういう、ね、大した騒ぎ、大したことなかった方向に持っていこうと、ね、画策している、なんかそんな節がうかがえますよね、うん、だからおそらくここからね、うん、いやなんか、ね、本当にねやる気満々だったら、ね、あの程度じゃ済まなかったみたいな、なんかわけのわからんことざれごと多分吐いてきてると思うんで、もうすでに、うん、本当半日クソマスゴミ何の役にも立たねえなお前らは相変わらず、うん、でそれをね、もう昔からもう早くからもう昭和の頃からずっとそんな調子だってのは分かってますけど、じゃあ例えばね、同様の、ね、つい9ヶ月前ですよね、安倍さんから、うんうん、マスコミを含めて、ね、この反日勢、ね、でこの日本社会全体がこの反日勢に対して相変わらずこのボケーっと、これはもちろん僕も含めてですけども、反日勢に対してやっぱりこの放置、ね、なんかこのそうでもないんじゃねみたいな、このゆるい甘やかしっていうんですかね、うん、お腹畑な状況で、ね、ずるずるだらだら来ちゃってからまたこういうことが起きるし、で起きてからのこの対処っていうかさ、ね、そのなんかこの推移なんかも何にも変わってないですよね。全然なんかこの改まったこの厳しさみたいな、厳しさっていうかもう普通だよなそっちが、うん、なんか軽くね随分受け取り方が、たまたま今回はね、この漁師さんたちの活躍とかさ、ね、あったから良かったようなものの、いやもうこれはもう確実にね、うん、なんていうのかな、やっぱりそもそもこういうこのおかしなやっちゃいけないことをやったやつに対してごくごく当たり前のね、この処罰っていうかさね、だからまあ犯罪者に対する扱いですよね、まあ普段言っていますけども、この辺がやっぱりね、相変わらずこの緩いね、わけのわからんこのグダ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 、ね、この人権派弁護士なんかがこのね、幅利かしてさ、うん、だからやっぱりこういうことが普通に起きるし、ね、起きてもなんかまたなあなあで済まそうみたいな、そういう空気感じゃん、うん、おかしいよね、やっぱりね。うん、だからもう相当やっぱり反日勢にこの日本社会全体が食い物にされておかしくされてますよね。そのおかしな社会にね、我々が生きてるってことをもっともっとなんかね、日本生まれ日本育ちの日本国民が危機感持ってね、捉えるべきなんじゃないかなって本当に思いますよね、うん、いやもうマジでこんなことね、何度もなん、え、だってこれでね、広島で G7 とか普通に日本以外の他の国々はね、冗談じゃねえよなって、毎年毎年、ね、首相経験者が、ね、狙われるような国で G7 とか、うん、サミットとかやりたくねえんだけどって蹴られてもおかしくないと思いますけど、まあ別にこのね、安倍さんの時のこの奈良県警とかさ、
今回まあ和歌山がね、この SP の人とかさ、うん、まあ安倍さんの時と比べて、まあまんまこの比較してね、どうなのかっていうのがまだちょっとほら、例えばその後ね、何日かまだこの時間も全然このよ、ね、日付が変わっただけでまだちょっと実際のこのね、じゃあ、その時 SP の動きはどうだったのかとかさね、警備体制全体的にどうだったのか、ね、このスケジュールと照らし合わせて、ね、こういうことが未然に防ぐことができなかったとか、まだちょっと時間が足らないんでね、まあ、時間経ってないんで分かりませんけども、なんかやっぱりもう本当、ね、警察側とか、ね、この誰それがっていう以前に、うん、こういうことを、ね、絶対に許さない、こんな真似したらね、とんでもないことになる、もうそこで人生終了っていう、そういうところになんで持っていけなかったのか、だっていまだにこの山上ね、この容疑者、山上被告にさ、うん、ね、差し入れとかさ、英雄視するなんかそういうこの発言、うん、そういうこの立場を取ってるアホが普通にいるわけですよね、一定数、うん、またこいつもなんかそういう感じか、うん、アホかと、だいぶなんかこうね、うん、この日本破壊活動家どもにとってだいぶこのやりやすい、うん、活動しやすい、ね、反日活動しやすい、うん、そういう社会にね、ちょっとずつちょっとずつでも確実に作り変えられてますよね。で、なんでか分かんないけど、それをああまあ中にはそういう人もいるのかなみたいな、なんかこの人事っていうかさ、別にそう大したことでもないみたいな、そういうなんかおかしなこの捉え方をして、それをおかしいとあまり思わない、なんかそういう変な社会に気づかずにされちゃってますけどね、うん、気持ち悪くないですかね、普通に、うん、気持ち悪いというか、え、こんなことが普通に、うん、毎年毎年起きて、もうだいぶ異常だと思いますけどね、うん、まあちょっとね、また次の動画でね、まあ今日の組み立てとしては、まあ今なんとなくこの木村容疑者と、その周りの、まあなんかね、このまた SNS 上でね、この自称ね、この木村容疑者の、なんかキムソンみたいな、あいつかキムソンかみたいな、なんかこの自称この木村容疑者のこの同級生みたいなやつが SNS でこのお相手出てきてね、うん、いろんなこと言われてるんですけども、なんか面白半分のやつがすげえ多いっすよね、うん、なんかこういうのも含めてさ、うん、なんかこんなんでいいのかえ、岸田さんだからとかそういうんじゃなくてさ、うん、ねえ、それは反日壺移民党とは捉えてますけども、うん、え、未遂テロでしょ、未遂とはいえテロですよ、うん、なんか違うんじゃねえのかなって、うん、思いますけどもね。まあこの後は、いや本当にこの岸田さんが危ない状況で、ね、SP の人たち警備体制とかどうだったのか、安倍さんの件、ね、この教訓、生かされていたのかどうかとかね、あとは、そのさっきも言ったこの漁師さんたちが、いや本当にこのね SP ばりの活躍する人がいてね、うん、だそれでこのなんか、なんていうの、事なきを得たって言い切っていいのか分かんないですけど、最悪の事態はまあとりあえず避けられましたよね、うん、とか、あとはまあこれに対する、ね、この国会議員、まあ、さっき言ったちょっと参政党さんの話だけじゃなくて、まあ、玉木代表とか、細野豪志さんとか、あと立憲とかこの共産党とか、まあ、反日特定野党界隈の、まあ、それぞれまあ温度差はあるんですけども、基本的にはまあ非難、ね、選挙中だし、でそれに対するこういう暴力でしょ、うん、なのになんか参政党さんだけなんか耳を疑うね、うん、非常識な公式見解で、まあ、ツッコミ殺到、非難も殺到して、でしかもそれもなんかね、うん、その発言部分はとっとと消して、ね、なんかもう開き直って自己正当化してやがるんで、アホかっていう話と、あとまあ、なんだろう、最後の良心じゃないですけども、まあ、北村弁護士なんかもまあ発言されてたりとかね、これが4番目ぐらいかな。で、まあ最後は、うん、その海外でももうこれ当たり前ですけど取り上げられてね、うん、いやもう日本の安全神話崩壊って、うん、それ2度目ですからね、うん、だからもうよっぽどで、しかもね、またね、海外メディアじゃなくてこの朝日新聞がどういうわけかね、この安倍夫人、昭恵夫人ところにわざわざね、うん、
突撃取材インタビュー、ね、この感想を取りに行くっていうね、アホなことやらかすんですよ。気違いだな本当、半日クソマスゴミは、うん、っていう感じで順番に、見ていきますんでね、まあ、お時間よろしかったらぜひどうぞ、今回以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。